荘厳なおみこしが祀られている坂出八幡神社拝殿にお邪魔しています。ここからはお邪魔中継でお届けしていきます。まずは坂出八幡神社宮司の岡坂さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。早速ですけれども、お祭りに際してですね、太鼓台運営委員会の皆さんですとか、はい、地域の皆さんご協力いただきまして、さまざまな準備が進められています。そういったこう様子ご覧になっていて、宮司としていかがでしょうか。はい、当社は八幡神社ですが、地域の神様、地域の守り神とした、氏神ということになりますね。ですので、地域の方と力を合わせて、一番、年間で、大きな行事、秋の例大祭を、皆さんで成功させていけたらいいかなと思っております。ありがとうございます。本当にこう様々な取り組みされていらっしゃいますけれども、宵祭りですとか本殿祭含めてですね、本当にこう地域の方が参加されてとても賑やかなお祭りになっていると思います。今年は令和になって初めての秋祭りとなりますが、宮司としましてはこうどんなお祭りにしたいといった思いあるんでしょうか。はい、時代は変わってまた新しい御代ということですけどね、神社としてはね、神様に感謝をすること、自然に対する感謝というのが一番大事なことかと思います。その精神性は変わらずに、お祭りもできるだけ、同じように続けていけたらというふうに考えておりますので、また皆さんのご協力いただけたらありがたいと思っております。ありがとうございます。さあ、そんなね、地域を支える皆さんにお話をお伺いしていきたいと思います。はい、まずは坂出八幡神社祭礼だんじり太鼓台運営委員会渡辺副会長です。よろしくお願いします。よろしく。早速ですけれども、毎年この時期本当にお忙しいと思いますが、どんなお気持ちで過ごされてるんですか。いや、本当に忙しいやな。もうあんまりだいたい準備は整いましたので、もうあとは天気待つのみです。はい、ちょっとね、今渡辺副会長からもありましたけども、外はね、今雨模様なんですよね。それで本降りになってきた感じやな。弱る、ちょっとね、心配ですけれども、やはりね、こう本番当日はちょっとお天気の方も良くなりそうなので、またね、秋晴れの中でのお祭りというのを皆さんにお楽しみいただけたらなと思います。はい、さあ続いてですけれども、皆さんの雰囲気っていうのはいかがでしょうか。副会長ご覧になってて、もう若い人が一生懸命やってくれるのでな。はい、もう段取りだけ私がちょこっとしていたらいいな。はい、あと若い人にほとんどお任せです。はい、はい、後ほどお話をお伺いしますが、本当浅野会長筆頭にこう本当若手の皆さん元気ですもんね。新居浜とかほぼこへな手伝いに行って、ものすごく仕事がな、もうほっといて一生懸命になって太鼓のことばっかり考えてるみんな。はい、ありがとうございます。ね、お仕事も頑張っていただいていると思いますのでね、ちょっと後ほどまたお伺いしたいと思います。改めまして、お祭りまでですね、こちらの坂出八幡神社さんではどのようなことをされているんですか。のぼりを立てたり、いろいろ、運営委員会でのぼりを立てたり、いろいろ、はい、本当にね、こうたくさんの取り組みやっていただいてますので、ぜひね、こう当日はね、煙というか砂ぼこりがね出ないような取り組みもやって、いただいてますもんね。にがりもね、たくさん巻いて段取りしたんですが、あとは天気待つのみ、はい、ということですのでね、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。さあ、そして続いては地元内浜太鼓台の皆さんにお話を伺いしたいと思います。まずは新井さん、よろしくお願いします。さあ、早速ですけれども、本当にこう内浜太鼓台さんといえば、もう地元でもこう有数の、ね、若手が活躍するところかなと思いますけれども、ご覧になってていかがですか。もう若い者にはね、本当にもう日頃から本当にもう裏表なく仕事はするときはすると、ようあれだけこう手抜かんとやるなという感心するとこは多々あります。私やったら、もう偉いとやめるとこやけど、見よったらずっとなんか感化仕事しておりますしね、目立たない仕事も進んでやります、汚い仕事もやります。ですから我々も本当にもう一生懸命助けていかないかなという気持ちになっております。はい、先ほどおっしゃっていただいてましたけれども、本当にこうお祭りが終わった後にもですね、地元の皆さんがこう中心になって新しい取り組みといいますか、さまざまな取り組みやっていただいてますよね。そうですね、もう一番感心するのは、地元の人がおみこしさんが帰ってくるまでにきれいに境内を掃除して、きれいな気持ちでおみこしさんをお迎えするんで、きれいにしてくれておりますんで、そこのところは
皆さん一人一人が個人個人がねそれを気をつけてゴミを捨てないように協力していただけたらなと思います。はい、ぜひ番組をご覧の皆さんねゴミはお持ち帰りいただきますようお願いいたします。ありがとうございます。さあ続いてこう一点でございます。お待たせしました、森屋さんです。こんばんは。いつもですねこう、まあ、女性としていろいろやっていただいてますけれども、まあ、今回はどんなことをやっていただいてるんですか。いやもう毎年同じことやけどねもうが令和の元年でしょ。でもこの元年の時にねお手伝いさせてもらったのが一番嬉しいんですよ。ね、当日も本当にこう皆さんのお食事だったりのケアも忙しいですもんね。はい、もうねもうすることはもう大体毎年決まっとるけどねもうそれだけもう平成19年からずっと太鼓台の方で世話させてもらえるんや嬉しいけどね。ほんでねもう商店街行ったらね太鼓の花もらいに行くでしょ。ほんで私はこの間渡さんよ、はい、お店屋さんがあるんやだけどどうしても明日雨降ってでも行かなんでいかんなとそれだけ思いよんです。はいね、そういったところもですね本当にこう女性の力があってこそかなと思いますのでねぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はいどうもありがとうございます。はい、それではちょっとね前を失礼してすみませんお待たせいたしました。ここからは内浜太鼓台青年団リリュー会会長の浅野さんにお話を伺いします。お願いします。先日ですね、まあ、地元の子どもたちに太鼓台をこう触れさせてあげるというような取り組みやってらっしゃいましたけどあれはどういった理由があってああいったことをやられてるんですか。そうですね、まあ、地元の子どもたちであったりとか、まあ、次の世代の子たちに、まあ祭りというものにまあ一番近くに触れてもらうっていうところでまあ行ってます。またあと地元の小学校であったりとか保育所の方にも獅子舞と行きましてそういうなかなか経験できないことっていうのを経験してもらってまあ、一つのなんていうんですかね、思い出になればなと思ってやってます。本当にこうそういったね取り組みのおかげか皆さん若手が本当に元気だと思うんですけれども改めてこう新しい時代になってのこう見どころといいますか何かこう注目していただきたい点などありますか。そうですねやっぱり八幡神社の一番の地元である内山太鼓台として、はい、今年、令和最初の宮入りということで地元の方々であったり、まあ、先輩婦人会青年団、まあ、あと下級の皆さんと協力してですね、まあ、一番最高の祭りにしようと、頑張っていきます。ありがとうございます。ぜひね当日楽しみにしています。さあここまでは岡坂宮司そして内浜太鼓台の皆さんにお越しいただきました。皆さんありがとうございました。令和元年坂出八幡神社秋祭りの様子は KBN121 チャンネルで10月20日日曜日午後0時から午後5時まで生放送いたします。そして今年の新しい取り組みとして各団体や個人の方から寄せられた映像を番組内でご紹介予定です。皆さんの携帯やスマートフォンで撮っている獅子舞、太鼓台、だんじりの様子をぜひ投稿ください。投稿先は KBN ホームページ内にある GMOT というご覧の URL から投稿ください。たくさんの投稿お待ちしています。